CCC 制度の認証マーク CCC 制度とは、中華人民共和国国内に輸入される製品に対して国内技術の標準に適合し、輸入が認められるかを中国政府によって審査され認証が与えられる制度である。この制度は2002年5月1日から適用される。中国に限らず多くの国は、自国内に輸入される一般的な工業製品が、 一定の安全基準を満たしているか審査、認定する制度を採用し運用している。認定された製品は CCC マークを表示をしなければならない。下記の一覧は2002年5月1日から2009年8月27日以前の期間に中国で決められた製品の CCC 強制認証対象品目のカテゴリーとしての一覧である。 2009年4月27日中国から公表された IT セキュリティ製品と呼ぶ13品目はこの記事内の別の一覧を参照のこと2019年7月5日から防爆電気製品及び家庭用ガス器具も対象になった2009年4月27日中国政府はわずかこれに対して世界の先進工業国政府の通商部とそれらの 国の IT 産業界が知的財産の漏洩を危惧して懸念や反対を表明した。このため中国政府は公表した実施予定を急遽1年先送りして2010年5月1日からとし強制認証に追加された対象製品も IT 情報セキュリティ製品の13品目から品目数の拡大はしない。また中国市場への輸入を対象としていたが 中国政府調達のものだけに限定すると対象枠を絞った大幅な情報を示した。この最終的にリストに加えられた IT セキュリティ製品の部分だけを指して中国政府による IT セキュリティ製品に対する強制認証制度中国 IT 製品情報強制開示制度や中国 IT 認証制度とも呼ばれる。情報後も対象製品では 認証審査時にソースコードの開示まで求められるのか、また他の技術情報に関しても製品の知的財産としてメーカー側が秘密にしておきたい部分まで開示が求められるのかといった点は依然として曖昧であり、おそらくはソースコードや深い技術情報の開示までは求められず、中国政府が製品仕様を国内標準に照らし合わせ、製造時の品質管理に関して、 確認するだけだろうという専門家の見方もある一方で、情報開示は避けられないとする別の専門家の意見もある。また、2010年5月の実施後に対象を拡大する可能性への危惧の声もある。下記は2009年4月27日中国から公表された IT セキュリティ製品と呼ばれる製品の一覧。セキュアオペレーティングシステム製品安全隔離。 情報交換製品セキュアルーター製品セキュリティ監督製品セキュアデータベースシステム製品迷惑メール対策製品ファイアウォール製品侵入検知システム製品データバックアップリカバリー製品ネットワーク安全確利用欄カードスイッチングハブ製品ネットワーク脆弱性スキャン製品ウェブサイトリカバリー製品スマートカード COS 製品これらはギガバイト、t t またはクンカ CTS という技術標準規格との整合性が求められる。これらの参照すべきと指示された技術標準規格は情報セキュリティの国際規格である ISO IEC 15408に準拠した中国独自の規格であるが現在では古いものとなっている。基本的にはコモンクライテリアなどを満たせば中国独自の統制度を IT セキュリティ製品に適用する。 必要性はないとして反対をしている。ありがとうございます。